吹本健治は日本のプロレスラー。プロレスラーを目指してクリス・ジムに入門し、1998年1月28日の波はやドームで川畑健との対戦で共にデビュー。その後大阪を中心としてインディ団体を転々とし、アメリカへも遠征している。2007年には、いわ MS 主催のアメリカのデスマッチトーナメント、 キングオブザデスマッチャスに出場するも一回戦で、ドレークヤンガーに敗れ去った。2011年8月のデスマッチトーナメントより、プロレスリングフリーダムズに参戦し、葛西ンをはじめフリーダムズメンバーに対し言動で、抗争を巻き起こしたが、帰り討ちに会い続け2012年3月には葛西に対しリング上で謝罪する。だが、その後葛西率いるアンチェインのメンバーに加わったことから、 フリーダムズにレギュラー参戦するようになり、2013年8月29日にはフリーダムズへ正式に入団した。2015年7月29日、新木場大会で佐々木隆史玄太郎の持つキング・オブ・フリーダム・ワールド・タグ王座に藤田・ミノルとの三次元殺法コンビで挑戦し勝利。2016年3月23日、後楽園ホール大会で カサイ・ジュンの持つキング・オブ・フリーダム・ワールド・王座に挑戦しルアーや釣りを狂気に使用し対戦するも敗北。2017年、第2本プロレス主催一期当選にフリーダムズ所属選手として単独人選。ルアー、釣りホットプレート、ガジェットなどを駆使し、A ブロックを2位通過。準決勝で高橋忠成相手に敗退するが、好成績が認められ。 黒天使沼沢ジャキと組んで第2本再キャン、タックリーグ戦にも参戦した。ありがとうございます。